今日の Google Doodle は、彼の古典的な小説で最もよく知られている、世界的に有名なフランスの作家であるアレクサンドル・デュマを称えるものであり、今日でも読者と共感し続けています。この日、1884年にパリの新聞、レジャーナル・デズ・ダバッツがアレクサンドル・デュマの小説の最初の活付を発行しました。デューマ・デイビー・デ・ラ・ペイラッティエリは、1802年にフランスのビレル・コタイズで生まれました。彼は後に彼の父方の祖母マリー・セセット・デュマの姓を仮定してアレクサンドル・デュマの名前を取った。アレクサンドル・デュマは1822年にパリに移り、そこで変身し、熟練した脚本家になりました。彼の古典的な文学作品には、レトロイ・ムッソカテアや、レ・シュバリエ・デ・サント・アーミンなどがあります。アレクサンドル・デュマは、世界中を広く旅しました。デュマは、様々なジャンルで執筆し、生涯で10万ページを発行しました。彼には、アイダ・フェリアという名前の妻が一人おり、約40人の愛人がいました。彼が訪問したいくつかの国には、スペイン、イタリア、ドイツ、イギリス、ロシア、ベルギーなどがあります。彼の文学作品は世界中で人気を博し、彼の本は100以上の言語に翻訳されています。この機会に古典文学の世界への多大な貢献をしてくれたアレクサンドル・デュマに感謝しましょう。Like, share, and subscribe.